加藤綾奈、ヒ川ワキヨ歌手復帰コンサートに大興奮、汗だくで応援、久々に弾けました。加藤茶、81の妻でタレントの加藤彩奈、36が、20日までにインスタグラムを更新。2022年末から歌手活動を休止していた歌手氷川きよし、四46のコンサートを鑑賞したことを報告した。写真、鈴木奈々とのツーショット。 綾菜はツーショットと共に鈴木奈々とのティータイムを報告した。続けて、そして、昨日は氷川きよしことキーナのコンサート泣いたし、爆上げしたし、何より歌唱力に震えました。大好きなキネナオトさんがサプライズゲストでキネさんが作る歌は優しくて、暖かくて胸がギュッとなる。一曲だけ撮影 OK、汗だくで応援して久々に弾けました。 と興奮を伝え、舞台上の氷川の姿をアップした。この投稿にフォロワーからは、きなよう一段と輝いてるね、ライブ楽しそう、ヒカワ清様、キーな私も大好きです、などのコメントが寄せられた。